にちは、シロです。今日は世界で一番難しいゲームの続きをご覧いただきたいと思います。シロはね、とっても今怒ってます。なんて言ったって前回の動画です。そうです、あれで使われていないステージのサムネだった。陸に最後のシーン、シロのクリアしたステージがカットされてました。カッそんなのね、許されないんですよ。ということで、今回は前回無本番によってカットされたしゅうちゃんの続きをご覧いただきたいと思います。どうぞ。これおかしない？これおかしない？これ人間の所業ではない？よしよしよし、余裕やんけ。あああお願い、佐藤さん、塩も佐藤だから。佐藤と言ったら、あれは嘘だ。ん？クリアしたの？これこれ多分クリアしたんだよ。全然達成感ない。多分してないよね。まあいいや、クリアしたって言うんだからクリアしたんだよ。あー、だからあれか、もう完全に、あー、今ある丸い点を直線に行くんだ。こうやって行かないといけないんだ。だからこう、そういうことね。分かった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 、多分分かった。無駄のない動きをしようってことでしょ。合ってた合ってた、今のクリアになってたんだ。すごい達成感欲しい。153回も分かった。とにかく最適化なんだ。ボールなんて、ボールを気にした上で最初に解かないとダメなんだ。そっか、運ゲーじゃないんだこれ。ズーズーズーって、ズーダメだ。そう、でもね、そう、4回目気持ちずーっといかないと無理。いくよ、ズーズー。待って、笑っちゃったからタイミングずれちゃった。おっ、こんなにいけてしまった。おたくーん、いくぞ。もう動きたくない。いけるいける、ここほらー、なんだこれ、見るだけじゃん。あそこが鬼門なのか。グイッといってここら辺大丈夫。この先若干鬼門。なんだそういう作品ね。ゴーゴーゴー、やった。え、あ、ただのセーブポイント。なんだこれ、それ見るだけやんけ、超楽ちんやん。なんだ、ショーでもできるやん。なんだ、今見てなかった見てなかった、今行くべきとこしか見てなかった。白いとこに来たらうまいで、青いとこかな、青いとこ行きたい。さっきこれでぶつかったんだよ。行きまーす。最近は白いとこ行くよ。うまーい。うわ、ここの逆から、あー、そういう、あ、ここアンパイや。ここ怖っ、怖っ。ここ突っ切っていけんのかな。シュッ、
あー、いけそう。いけそう。でも怖いよね。ここら辺のがいいかな。シュッシュッ。いや、怖いなぁ。全然わからん。うん。難しいゲームの攻略はいかがでしたでしょうか。結構前回動画をご覧になった方がみんなモバイル版だったりいろいろとプレイしてくださって、シロと同じうーっていうジレンマにぶち当たったり、余裕でクリアされたヤリオルマンもいたとかいないとか、なんかみんなで一緒に同じゲームをできるって嬉しいですね。面白いゲームあったらコメント欄に書き込んでいただけると、やったりやらなかったりします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。